藤原の中麻呂は、奈良時代の公家で藤原の無知麻呂の第二子である。光明皇后の信任を得て勢力を拡大し、光顕天皇の時、守備中大の長官となった。立花の奈良麻呂の乱を未然に抑え、順仁天皇を即位させ、恵美の推勝の名を賜り、大使となって先見を振るった。しかし、光顕上皇が道教を寵愛したため、これを除こうとして逆に残罪に処せられた。